こまでだ。やっぱりお前か、 E 組のローズ花園。イエス、アイアン。君の初めての相手はこの花園薫だ。この汚らしいアホが、ずっとずっとこの時を待っていた。何言って、ドクターの要請を指示する。私は一瞬です。どうしました？じゃあお前が買ったのって持ち帰っていいのか？まひろさん、バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。一瞬です。任務で無駄な場を打つことは一度もありません。やれやれ、本当に騒がしい人たちだ。一度もありません。法を執行するのが執行人の務めです。任務開始。無駄弾を撃つ。一度もありません。出すんじゃねえよ。これは俺と坂本の差しの手押し相撲だ。卑怯な真似して勝つくれえならこの場で突っ立ったまま死んだ方がマシだ。先輩、でももう限界じゃ。そうですね、もうこんな戦い終わりにしましょう。スタンディングアテンション。なんだ、アンテナみたいにピンと張りやがって。アンテナ、まさかこういう開けた瓦では特に高く尖ったものに落ちやすい。彼は呼ぶつもりか、雷を。先輩、そいつから離れて。離れるかよ、まだ勝負はついてねえんだ。こっから正念場だろ。やめて、やめてください。先輩がやられる筋合いなんてねえっすよ。坂本の大事玉を奪ったのは俺たちなんすから。バカよ。